シシリー・メアリー・バーカー。シシリー・メアリー・バーカー。または、シシリー・メアリー・バーカーは、イギリスの挿絵画家で、児童文学者である。花の妖精、フラワー・フェアリー、フラワー・フェレスシリーズと呼ばれる、独自の妖精主画集を発表した。彼女の花の妖精は、花びらで作られたような衣装をまとった少年や少女で、背中に、蝶やトンボの羽をつけているのが特徴である。シシリー・メアリー・バーカーは、 1895年6月28日、ロンドン南方、サリーのクロイドンで、ウォルター・バーカーとメアリー・エリノ・アオスワルド、メアリー・エルノ・アオズワルドの間の第二として生まれた。子供時代、シシリーは転換を患った。その症状は20代になる頃には亡くなったが、シシリーは特別な配慮を家族内で受けた。両親は中産階級に属しており、病弱なシシリーにウーバーをつけた。 彼女は学校へは通わず、家庭教育で教養を身につけた。屋外に出ることはなく、子供時代は読書と絵を描くことに関心があった。シシリーの才能は、早くから発揮され、自身、水彩画の心得があった父親ウォルターが彼女の良き、主となり、指導者となった。1908年、わずか13歳のシシリーは、クロイドン芸術協会に作品を出展した。 1911年には4つの作品に改定がつき、彼女の前途は洋々としたものとなった。不幸なことに、父ウォルターは1912年に41歳で逝去し、シシリーは良き指導者を亡くすとともに、バーカー一家は経済的な困窮に見舞われた。シシリーの姉ドロシーは、しかし実際的な性格で教師の資格を持っており、ドロシーが 一家の整形を引き受けた。シシリー自身も、試作品や水彩画を雑誌社に売ることで、整形を補った。1917年と1918年に、シシリーは後に、彼女を有名にする計画に着手した。彼女が愛してやまなかった、自然と子供たちの姿を美しい形で一つに、まとめ上げる計画、花の妖精の絵を描くこと始めた。 シシリーは植物学的な正確さを求めて花々を観察し、また生き生きした子供たちの姿を発射するため、近所の子供をモデルにスケッチを描いた。こうして、シシリーは春の花の妖精、フラワーフェレス・オブ・ザ・スプリングを作り上げたが、彼女の本を引き受けてくれる出版社が見つかったのは、1923年のことだった。ブラッキー社。 ブラッキーが彼女の死と妖精の差し絵、各々の十四作を引き受け、シシリーに二十五ポンドを支払った。花の妖精シリーズの第一作だった。シシリーは内気な性格であったので、外の大人の世界とは隔絶して、家族に守られる生活を続けた。彼女の死には純粋さと無垢の要素が維持されたが、このような彼女の生活から来たものとも言えた。 1924年に姉のドロシーは自身の児童学校を開き、シシリーと母親を連れて同じ黒い丼の中であったが、引っ越しを行った。学校の庭にシシリーはスタジオを建て、姉の学校の生徒である子供たちをモデルにさらに多数の絵を描いた。花の妖精詩が集シ,シリーズは片面に妖精の絵、その対する面にシシリー作の詩を載せた形で、 春、夏、秋、道端には10、アルファベットと7巻がブラッキー社によって版された。しかし、1985年にブラッキー社は過去の作品から絵と詩を集めて独自に新しい本を編纂し、これを冬の花の妖精、フラワーフェレス・オブ・ザ・ウィンターとして出版し、花の妖精シリーズは現在では8巻が揃っている。 シシリーは、花の妖精シリーズ以外にも、様々な挿絵を描き、シ画州や、彼女自身が創作した物語を出版した。白鳥と少女の友情を描いた、イグサガーの王、ザ・ロード・フルシェ・リバーや、妖精の贈り物などが知られる。経験なキリスト教徒であったシシリーは、キリスト教関係の聖歌や、詩の本の挿絵を描き、また、教会のパネル画や、 祭壇の装飾画などを描いた。ポストカードやグリーティングカードの挿絵は若い頃から最後まで描き続けた。作風は異なるが、同じ妖精画を描く画家の友人などもできた。シシリーにとっては、しかし芸術家の友人たちよりも家族の方が一層に親しみ深く、また重要であった。シシリーにとって悲しみであったのは、1954年に姉のドロシーが、 心臓麻痺でよう去ったことだった。老いた母親と二人残されたシシリーは、家事を維持するのに、精一杯で、創作活動は休止された。1950年代は、シシリーにとって、最悪の時となり、親しい友人たちの生協を見送らねばならず。さらに1960年には、母メアリがよう去った。彼女は、長年住みなじんだ黒いドンを出て、サセックス州へと移った。 シシリーは高齢で視力も損ない体力も衰えてはいたが、1961年から1972年に渡り、クロイドン芸術協会の副会長を務めた。そして1973年2月16日、シシリーは77歳で成去した。シシリーの花の妖精は植物の正確な描写と生き生きした子供たちの像で画期的なものであった。 彼女の絵は幻想的というよりリアリズムでもあり、ラファエル全般の芸術の影響を受けたその作品は何よりも自然な描写に満たされていた。初期に描かれ春の花の妖精に収められた美しい絵であるプリムローズの花の妖精は当時バーカー家で家事の仕事をしていたグラディスタイリという名の少女をモデルに描かれた。 シシリーが作った妖精のコスチュームをまとったグラディスは花を実際に手にしてポーズをとった。シシリーの描く花の妖精は甘美な美しさと純粋な童心を喚起させるが時に奇妙にも見えるコスチュームをまとっていて背中に蝶やトンボの羽がついていることを除くと普通の子供や少年や少女の絵であった。子供たちのポーズや表情は自然そのものであった。 それは花の植物学的な正確さとともに実際の子供たちの姿に対するシシリーのたゆみない観察とスケッチから来ていた。日本ではシシリーバーカーの花の妖精はチョコレートのおまけについていたミニチュアカードの絵でよく知られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。